ということで、前回はね、見事にダメでしたね。これ何やってたんだっけな。ちょっとメインメニューに戻りますね。確かね、シナリオのね、ここをやってたんですよ。まだクリアしてないってことですね。そしたら今度フリーモードにやってみようかな。ここちょっとやって、エンジニアとして列車マネージャーとして終了。どうしよっかね。端っこ、頭部をやるか、じゃあ。アトランタ。共にキャツラを制しようではないか。キャツラって何ですかね。キャツラって言った？キャツラってなんだろうね。クワツラ。この地域のライバル会社は3社。なかなかに厳しいですな。ぼんやりしている時間はないぞ。アトランタ。タスクリストをしっかりこなしていこう。アトランタとオーガスタ。オーガスタはここ。オーガスタはここ。アトランタはここ。あ、近いじゃん。オーガスタとアトランタ。全長342キロ。直接つなげよう。そんな難しい提案じゃないと思うんだけど。アトランタとオーガスタ。アトランタ。簡単です。なんか長距離を結ぶのかなと思ったら短距離でしたね。もうめんどくさいな。もうめんどくせえな。もうなんで水を差すんだろうね、こうやって。邪魔なんだよ、もう。ああ、もう違うんだよな。もうイライラさせるね。うちの方は大きい駅だよね。
ここに薪がある。もう邪魔だよ。麦。新しい駅だと。どこまでやる気だ。もうお金がない。お金がない。もうお金がないのかよ。アトランタとモンゴメリー、ここじゃないの。ちょっと待ってね。金がないんだ。これなんでこっち来ちゃうかね。あ、そっか。なんでだろうな。
ああ、積みも、なんでこれを下ろしてくれないのかね。いっぱいなのかね。0.5 しか、あ、でも 0.5 分の 0.5 だから。金が儲からないね、全然。今回は伏線でやっております。34,000円。いつでも夢を、いつでも夢を。射程にてめえのことを調べさせてる。
それが新型の機関車だと？大砲でも積まれてるのか？8万円もかかんの？4万円。48,000円。
どうしようかな。言うでしょ、競争がビジネスを生むと。てめえの射程を引き抜いた。文句はないだろう。次は年間で242。これは難しいね。苦手だな。町をちょっと大きくしなくちゃダメだね。フルーツなんているかね。フルーツ、フルーツ2箇所。片田舎に駅を建てるとは素晴らしいですね。いや、めったらしいね。49,000円。
言。26,000円。てめえの射程を引き抜いてやろうか。認めましょう。この機関車は間違いなく評判になります。てめえの射程を引き抜いた。文句はないだろう。愛を送らせてもらったぜ。もちろん文句はねえよな。
肉工場作ろう。牛が近くにいるからね。認めましょう。この機関車は間違いなく評判になります。30万もかかんのかよ。ふわ、どうしよっかな。30万まであとちょっとだね。大きい木の方がいいな、これ。10万円。新興ビジネスかよ。サボってる列車があるみてえだぞ。プレイヤーが増えたね。はあ、射程にてめえのことを調べさせてる。
どうしようかな、こっち行っちゃおうかな。こことここに寄って、ここに寄って、ここに寄って、あ、射程にてめえのことを調べさせてる。新しい機関車だね。赤いやつを避けたいんですよね。
メス。なんでもないということです。どうしようかな。難しいな。オーガスタの人口を上げましょう。オーガスタの人口を上げなさい。やり直し。ああ、またやり直しだ。もうムカつくな。
紙切れですね。何か書いたらいかがですか。君の新しい機関車、まさに勝者って感じの見た目だね。見なよ、壊れた列車があるみたい。ちょっと疲れたんで一旦やめようかな。ちょっとね疲れましたので今回ここで終了します。でここがつながってとりあえず今回ここで終了です。